はい、こんにちは、レトスの小野です。6月5日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。努力は報われる。よくこのように言いますが、正確に言えば正しく行った努力は報われるです。間違った方向を向いて努力を重ねても目的地にはつきません。正しい方向に向かって努力することで目的地につきます。宅建試験でいう正しい方向とは理解学習のことです。これが間違っていれば、どれだけ努力をしても合格という目的地にはたどり着かないので注意をしましょう。それでは本日の3問に入ります。集会は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数の同意があるときは集会の手続きを経ないで開くことができる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、こちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えはこれ誤りですね。4分の3以上の多数の同意ではなくて、全員の同意が必要です。集会の招集手続きを省略するには、区分所有者全員の同意が必要になってきます。したがって、誤り、×となります。そもそも、集会ってどんなものか、知っていますでしょうか？マンションの所有者であれば知っていると思うんですけども、マンションの所有者じゃないと知らない方もいると思いますので、簡単に説明します。集会っていうのは分譲マンションで建物及び敷地の管理に関する事柄を決定するために少なくとも年に1回以上開催される集まりのことなんですね。つまりマンションについて何かを決めるために所有者が集まるのが集会だということです。それでは問い2です。宅建業者はその事務所ごとに従業者名簿を備えなければならず、当該名簿については最終の記載をした日から10年間保存しなければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ丸ですね。従業者名簿はまず事務所ごとに備え付けます。つまり本店にも従業者名簿を置きますし、また支店にも従業者名簿を置きます。そして最終の記載日から10年間保存しなければなりません。でさらに取引関係者から請求があった場合は閲覧させなければなりませんので、この点も合わせて覚えておきましょう。では問い3です。 A が市街化区域において B の所有する面積3000平米の土地を一定の計画に基づき1500平米ずつ順次購入した場合、 A は事後届出を行う必要はない、丸か×かという問題です。答えは事後届出必要なので、これ×ですね。事後届出の場合、権利取得者、つまり買い主が取得した土地の面積で判断します。で、今回の問題で言うと、1500平米の合計3000平米を一段の土地とみなされるため、A は市街化区域内の土地を3000平米取得していることになるんですね。したがって、市街化区域内の2000平米以上の土地を取得する場合は、届け出が必要なので、今回買い主 A は届け出が必要。ということになります。まあ、これは基本問題なので絶対解けるようにしておきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。